こんにちは。埼玉県にある園芸店サニベルの店長の真室みどりです。今回のテーマはなでしこの寄せ植えです。今回はなでしこの寄せ植えを作っていきますが、今ちょうどよく出回ってくる頃になったなでしこですが、四季咲き性もあったりするので春と秋によく出回ったりします。気になっている方も多いと思いますのでご紹介していきたいと思います。なでしこっていうのはとても可愛らしいお花で、大和なでしこって言葉もあるような感じで親しまれていると思います。そしてなでしこは群れに弱かったり水はけがとてもいい環境を好むっていう性質から、失敗した経験のある方もいらっしゃったりすると思います。コツをつかめば比較的長く春も秋も楽しめるお花なので、コツをつかんでぜひ楽しんでみてください。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。ナデシコですが、学名ではダイアンサスと言います。ダイアンサスなんとかっていう感じでいろいろな種類を見かけることがあります。今日ご紹介したいのはこちらですね。ダイアンサスのピンクキッスです。こちらとても丈夫な品種になります。で、どのぐらい丈夫かというと、地植えにしても比較的枯れることなく花を長く楽しむことができるものです。そしてお花はほんのり甘い香りが、ね、してくれます。四季咲き性があるので春に咲いてまた秋も咲いてくれるっていう繰り返し咲くっていう特性があります。個人的にガーデンカーネーションで代名詞をつけてご紹介することもあるぐらい、お庭に植えて楽しんでみてくださいっていうふうにご紹介することがあります。ダイアンサス PW からフルーリアムールの桜ドロップという品種になります。お花が桜のようなお花ですね。花びらが多少多い感じになります。セミダブル咲きですね。直径が40センチぐらいまで大きくなって綺麗にドーム型に咲くっていう特性があります。寒さの方もマイナス10度ぐらいっていうね、特性を一応持っているそうなので寒さにも強い。そしてこちらダイアンサスのディアンティカといって、これだけではなくていろいろな色合いの種類が他にも展開があるんですけれども、とてもこちら甘くてシナモンのような美味しそうな香りがしてきます。こちらも四季咲き性があって春と秋で咲く特性があります。なでしこダイアンサスは水はけがいい場所を好みます。そういう環境で植えてあげるっていうところと、これから来る暑さとか蒸れの対策を的確にしてあげると長く楽しめるので、そういったところもご紹介していきたいと思います。使うお花の紹介ですが、こちらなでしこのピンクキッス、とてもお花形が可愛くって、これセミダブルっていうぐらいでいいのかな。花びらが八重咲きではないんですけど、でもたくさんあってシンプルなんだけどとても可愛らしさがあります。花びらもすごく丸くなっている感じで、見た目のね可愛らしさがとても引き立つ品種じゃないかなと思います。それが2株になります。できれば同じ種類を選んだら2株使うのがいいのかなと思います。多少ちょっと伸び方とかが違うのでそんな風に選びます。そして今日使っていくカラーリーフですけれども、タイムです。こちらはシルバータイムで、比較的ちょっと上の方に立ち上がる性質もあるような、そんな伸び方をします。斑入りのジャスミンになります。こんな感じで植え付けていきたいと思います。なでしこは比較的一株でも30センチぐらいになるような、まあ、生育旺盛というか、まあ、さっと咲いてくれたりもするので、横長の幅の取れた容器を使うとまとまりやすいんじゃないかなと思います。今回選んだ鉢がですね、こちらのオーバル型というか横に広く取ったこんな素敵なブルーの鉢になります。大きさですけれども、こちら、広がっているっていうところもあるんですが、上の内寸で30センチです。で、奥行きが15センチ、そして深さも15センチぐらい、ちょっとね下につぼまってるようなこんな形の容器になります。土を入れていきます。今回使う土も、緑の土を使っていきます。水はけと水持ちがよくで、肥料もきちんと溜め込むことができて植物に供給できるっていう、そういった失敗しづらいっていうところをコンセプトに私が作った培養土になります。ない方は水はけのいい環境にしていただくんですが、今回はこの緑の土にもさらにサボテン多肉植物の土を入れていきたいと思います。こんな感じの小粒の砂のような軽石の粒が小さいものだったりとか、ゼオライトとか根腐れ防止みたいなものが入っています。で、緑の土にはもともと木炭とかゼオライトも入っているので、とても根のためにいいっていうのと、根腐れがしにくい環境になっています。サボテンと多肉植物の土を2割ぐらい入れてかき混ぜておきます。こちらは前回の動画でもご紹介しました、もう夏の対策今からしておきましょうっていうところで、水はけのいい環境をさらに環境を良くしていくっていうところでやっておくといいかなっていう一手間になりますけれども、こういった土を混ぜておく、これを草花用培養土に混ぜるような感じで準備ができればいいかなと思います。そして
して元肥ですが緑の肥料です。まあ、規定量一つまみ半入りました。失敗しにくいっていう配合になっています。 Amazon での販売はそろそろ始まります。こちらは植物が元気に育ってくれるために株をしっかりとするための美容要素とか、あとアミノ酸っていうのをちょっと気をつけて配合してあります。なんか失敗しちゃったなっていう経験のある方は一回ちょっとね使ってみるのをおすすめしたいなと思います。見つけていきたいと思いますが、主役となるなでしこピンクキッスを2つ置きます。バランスなんですけれども、あまり真ん中がばっかり空いてしまうのもちょっと変なので、この器に対していい感覚で2株がくっつけることなく、離しすぎることなく、いい感覚で置ければいいのかなと思います。根を崩していきたいと思います。そしてなでしこカーネーションはあまり根を崩さない方がいいです。で崩す場合は丁寧に崩していきたいと思います。これすっごい細かい根が絨毯状のようになっているような状況です。軽く下のところを引っ張り出す程度です。目に見えて真っ白くなっているような時にはもうちょっと崩しますけれども、あまり根を崩さない方がいいのでこのぐらい軽くにしておきます。肩の土の方はね大丈夫なので軽く落としておきます。蒸れを初めから防ぐような感じで何枚かの葉っぱを密集してそうなところを少し取っていきます。この時に葉っぱだけを取るようにしてください。新しい芽がどんどんこう出てくるので、新しい芽自体を切って折ってしまうとその分お花が少なくなってしまうので葉っぱだけを取るようなイメージですね。こんなくるんとしているような葉っぱとか黄色い葉っぱもそうですけど少し取っておきます。今回はあまり茶色い葉っぱは見られないんですけど、茶色い葉っぱがあった場合は必ずそこは取っておくようにしてください。群れにあまり強くないので、群れでそこから茶色い葉っぱっていうのは腐って病気の原因になりやすかったりします。そういった原因のもとは初めから取っておきます。葉っぱの数を少し減らすっていうのはその対策としてとても有効になります。で、植え付ける時にも、ここの株元が土に埋まらないようにしっかりと株の中心と同じぐらいの高さ、もしくはちょっと出るぐらいな感じで、あくまでも埋め込まないような感じで植えるのがポイントになります。今咲いているお花が真ん中にいっぱい来るような感じにしたいですけど、フィリジャスミンなんですが、新しい葉っぱ茎が比較的上に飛び出るようにして出てくることが多いので、こんな風に広げます。広くこの葉っぱの部分を散らすことができるので塊よりも広く使います。真ん中のこの部分をここの中心ぐらいにして、あとの両サイドを後ろの方に来るような感じで使っていきたいと思います。一株ですごいお得ですよね、何本も入っていると。もし活躍できないようであれば後ろの方でちょっと広げながら使うみたいなね置き方をしていいと思います。根は今刺激を与えたっていうのと下がそんなに絡まってなかったので、このまま植えたいと思います。ジャスミン根は崩しても大丈夫な植物です。シルバータイムです。シルバータイムボリュームがすごく大きすぎるのであれば株を半分に分けることができます。密になっているので、今回はでも枝ぶりが横に広げてこう使えそうなのでこのまま使いたいと思います。2株のなでしこの真ん中の手前にシルバータイムがあって、中心から後ろにかけてジャスミンの斑入りが入っているような感じです。それでは土を足していきたいと思います。足す土にも心配な方は多肉サボテン用の用土を少し混ぜるといいかなと思うんですが、緑の土は水はけもいいので周りに足す土は普通にそのまま使っていきたいと思います。中心が穴が開いてますので、中心をね忘れがちなので土を入れます。細かい作業のコツとかポイントっていうのは動画でご紹介していますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。あ、折っちゃった、やだ、折っちゃった、その場所で折っちゃったか。折れやすいですね、なでしこはポキッと折れやすいので、まあでもその分お花はね次から次へと咲いてくれるので楽しめるお花ですね。土がね、まんべんなく入ったら、今重なっている、ここにまとまっている葉っぱを広げるようにして、隣り合ったこのなでしことかと馴染ませていきます。中の方にも引っ張ったりして、外側とかちょっと横の方に持ってきたりします。ジャスミンもそうですね。ジャスミンも少し真ん中に持ってきたりとか、これからなでしこが伸びてくるので、それと絡んできたりして可愛くなってくると思います。
お水をあげる前にこちら混ぜる活力剤、根がぐんぐん伸びるのと高濃度フルボ酸なんですけれども、こちらを上に少しね、1つまみ、2つまみ、3つまみ、3箇所ぐらいにそれぞれつまんで置いておくと、ここから溶け出て活力液の代わりになったりします。緑の土にはこちらの高濃度フルボ酸が規定量の 1.5 倍入っているので、お持ちの方は入れなくてもいいんですけれども、さらに上に追い足しというか置いてあげることによって、ここから溶け出るっていうところもあるので、最初のスタートアップの株がしっかりとしてくれるっていうところにつながってきます。持ってる方はぜひ使ってみてください。そうしましたら、一番最初たっぷりのお水でお水あげをします。下からしっかりとした量が流れ出るぐらいまでお水をあげます。で、活力液を入れなくても大丈夫ですかっていうことですが、もちろん活力液の入ったお水であげるのもとても効果的ですけれども、高濃度フルボ酸を上に置いてありますので、その代わりになるかなっていうところで、普通のお水で大丈夫です。日々のお水のあげ方ですが、土の表面がよく乾いてから、あとは株元の元々ある土の色が変わるぐらいまで乾いてきたなと思ったらお水をあげるっていうぐらい、お水をあげすぎないっていうのが、まあ、デシコをきれいに育てるポイントになりますので、よく観察して見るようにしてください。乾くタイミングっていうのは置いた場所によって随分変わってきます。置き場所のおすすめとしては、やはりよく日が当たるところがいいと思います。日照時間が足りないっていうところは乾き方も鈍いかもしれないので、よく観察してみてください。お花は終わってくると、やっぱり花びらがちょっとクシュクシュっとなってきて茶色くなりますので、そういった花は花茎から出るこういうところで、新しい芽が出ている境目のところで、この節のところで切ります。で、全体的にこのつぼみを咲き終わったら、下の方まで辿っていって、ちょっと目に見えないところかもしれませんが、下の方で切っていくっていうような切り方をすると、株全体が綺麗に見えて、他のお花も引き立って見えてくるので、そういうようなお手入れをしてみてください。そして肥料ですが、元肥として緑の肥料を入れてあります。こちらは3ヶ月ゆっくりと効くタイプで、緩効性の化成肥料が十分に入っているので、特別急いであげる必要もないかなと思いますが、2週間ぐらい後から1週間に1回ぐらいお持ち抜き肥料をあげると、花付きをサポートすると思います。ナデシコは群れがあまり得意ではないとご紹介しましたけれども、だいたい6月ぐらいになってくると花も一旦終わってくるので、そうなったタイミング で半分ぐらいの位置、ちょっと下ぐらいですかね、約草丈がこのぐらいだとしたら3分の1ぐらいの高さで、バッサリともう芝を刈るような感じですかね、バッサリと切ってください。そうすると通気性が良くなって、株がまたそこで葉っぱを茂らせて、秋にもう一回咲くっていうような感じで元気を取り戻して咲いてくれますので、そのようにやってみてください。こちら素敵なナデシコの寄せ植えができました。ナデシコはとてもシンプルで可愛いお花なんですけれども、小花にしては目立ったり存在感もあるので、カラーリーフは同じようなテイストでまとめたりとかするとすごく相性がいいかなと思います。そして今回はこちら春に作るナデシコの寄せ植えの一例としてご紹介しましたけれども、秋に植えたりする場合はこのジャスミンがなかったりします。手前にカラーリーフを入れるだけでも全然素敵な寄せ植えにもなるので、そんな風にアレンジをしてみて楽しんでみてください。いかがでしたでしょうか。今回はナデシコというところで、日本人には馴染みの深いお花になります。だからこそ素敵に寄せ植えがしてあるととても目を引いたりするんだと思います。そしてナデシコ失敗しちゃいますっていう方も、今日の注意ポイントを一つ一つちょっとおさらいしていただくと、長く可愛く楽しめるんじゃないかなと思うので、ぜひ作ってみてください。今回ご紹介した資材などは概要欄からリンクがあります。特にこの緑の肥料は Amazon での予約販売として開始されますので、ぜひサニベルに来れない方もそちらからアクセスできますので、チェックしてみてください。概要欄は動画のタイトルをタップしていただくと進むことができます。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして動画を見る際にはぜひベルマークオンにしていただくと旬な情報をゲットできます。そしてサニベルではインスタグラムをやっています。主にお店に入ってくる旬な入荷情報をタイムリーに発信してますので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた。